春天王党は、春天を外する王党で、1187年から1259年の間、三代73年にわたり、琉球国中三王として王位についたとされる。春天王党は、春天を外する王党の通称名で、1187年から1259年、三代73年、続いたとされる。しかし、この王党自体、存在さえ不明であり、 実在しない、伝説上の王党と考えられる。15世紀、または16世紀頃、第二直しが転孫し、春天、英祖の子孫であると称するようになって、式に、系譜的に組み立てたものと思われる。春天王党の、格王の名前は、おもろさうしや、歴代法案に見受けられる、琉球人の名前における漢字、金表記とは特殊で、後世になって付けられた送り名ではないかと思われる。 中山よ布によれば、格王の姓を源としている。これは、初代、春天の父とされる、鎮税八郎為友子によるが、根拠のあるものではない。中山よ布によれば、天孫氏王党が王城を首里に築き、春天やその後の王党も首里城を居城としていたと言う。しかし、春天王党は、浦添城を居城としていたと伝えられ、首里に遷としたのは、 薩ッ王党もしくは宮間統一後の第一、直し王党と思われる中山予感によれば、春天以降、琉球国中三王を継承したとしているが、琉球国中三王と君主号を受賞したのは、民の春元祥から将来を受けた薩ッが始まりとされ、時代の武年以降から民より琉球国中三王として作法を受けた。しかし、春天王党が統治していたとされる頃は、 小規模のグスクが各地に点在し、沖縄本島全域を支配した人物は存在しなかったとされ、裏添えを拠点とし、沖縄本島中部地域に影響を及ぼしていたと考えられる。知しは和かかは、春天王党はそれ以前の伝説的王党とは異なり、少なくとも実在した王党の祖とされ、その春天は、源のためともが1165年3月に、 大島を脱出して、鬼ヶ島に渡り、沖縄北部の運転校に上陸、豪族大里アジの妹と通じて、御厚子と、アツを生み、その御厚子とアツが春天であるが、これは、鬼ヶ島イコール琉球説から始まり、これらは、羽地長州の中山予感に、明記されているが、源のためともの伝承は1609年の薩摩の琉球侵入以前からすでにあり、台中の、 琉球新闘期、1543年の、片の花の日、1546年の、うるしつぎご北の日などの碑文記にも明記され、中山予感を遡ること100年以前にはすでに存在しており、したがって、薩摩の琉球侵入後に、日琉道サロンを提唱した、羽地長州の作為とも断定できないが、春天の実在についての疑問は、春天の活動期が、 おもろの成功期の十三世紀初頭でありながら、他の四王党の子祖がおもろで聖王として歌われているのに対して春天が脱落していることであり、春天の実在はおもろからすると否定的に考えられるが、1543年の気分期に王竜級国中山郎小生は、孫とによりこの方二十一代の王の御来を、杉飯しあちへと明記されている以上、 春天の実在は全く否定することもできない、と述べている。春天王党加工の統治期間点損し、春天王党、映像王党、春天春馬順広四季本映像西力千百八十千百九十千二百千二百十千二百二十千二百三十千二百四十千二百五十千二百六十千二百七十、国王賞特比、沖縄県那覇市に所在。 地図詳細は、春天を、参照1166年に生誕、琉球に渡った、源のためともを父とする、出自伝説を持つ、1180年に、裏添え味となった。その後、天孫氏の二十五代目を滅ぼした進化の李ーを討ち、1187年に、琉球国中三号に即位したとされる、1237年に死去し、聖主の春馬淳博氏が即位した。 中山予感などの琉球の聖子は、初代の王を春天としており、中山予感成立前の国王賞特比などから王国内で、春天が初代の琉球国王として認識されていたと考えられる。詳細は、春馬順、広氏を参照1185年に、生誕1238年に即位したが、琉球の聖子には、彼の辞責について一つも記されていない。 1248年に死去、生死である義本が即位した。詳細は義本を参照1206年に生誕1249年に即位した。しかし、治世中に国内に飢饉や薬病が流行し、得のない自分の代わりに英祖に政治を任せたところ、最悪は収まった。1259年、英祖に王位を譲ったとされ、これにより、 春天王道は滅び、英祖を祖とする、英祖ス王党が始まったとされる。退位後の日本の消息は不明であるが、沖縄本島や奄美群島各地に、彼を葬ったと伝えられる墓が存在している。ナスの宇タ地図沖縄県中上郡北中城村の中順に、ナスの宇タと呼ばれる宇タがある。その中に、石垣があり、その奥の岩が東温竹の本体である。さらにその岩の上に、 春天と春馬淳博士を葬ったとされる、コンクリート製の墓が存在する。また、基本も葬られているとされ、東宇多木は基本王の墓とも呼ばれている。道県南城市矢座大里の早原地区に所在する、植栄森宇多木に、春天を葬ったとされる墓がある。宇多木の木壇の中央に、頂上に、帽子のついた、円筒形の墓があり、周辺住民はこれを、ボーントゥーボと呼んでいる。 戦前まで、毎年中ぐすく御殿の死者も参拝していたという、義本を葬ったと伝えられる墓は、知られている中で、沖縄本島に8カ所、そして鹿児島県奄美群島に2カ所、計10カ所に点在している。その中の一つに、沖縄県国神郡国神村のヘドに、義本を葬ったと伝えられる、ヘド玉漁という墓がある。これは、明治初期に、 第二直しによって回収させられ、近代的な構造になっている。ありがとうございます。